デジマート地下実験室第19回。今回は、ビグスビーユニットをギターに取り付けると音がどう変わるのか、ビグスビー実験を行います。今回用意したのはこちら。ビグスビーをギターに無加工で取り付けるためのユニット、ビブラメートとビグスビー B5 です。これをギブソンレスポール SG-ES335 に取り付け、音の違いを検証してみましょう。それでは、ギブソンレスポール1956ゴールドトップ、こちらにビグスビーをつける前の音をチェックしてみたいと思います。その前に重さを測ってみましょう。4.31kg です。ではビグスビーを取り付けてみましょう。弦を外し終わりましたので、これからテールピースを外し、こちらのスタッドのネジをですね、この専用の工具、こちらを使って、スタッドをネジを外していきたいと思います。では早速ポンとやりまして、この溝を、合わせて、キル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 、はい、ではこちらの、ビブラメイトを取り付けてみたいと思います。この穴をですね、スタッドネジがついていた穴に合わせまして、そこに付属のネジを最初ちょっとたら、ここはマイナスドライバーでですね、よっ、グリ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 、である程度回ったので、ここからはドライバーできちんと、はい、このようにしっかりと固定されました。こちらに、このビグスビーの、アーム本体ですね、こちらをかぶせて、このようにネジ穴が合いますので、そこにプラスのドライバーを使って、よっよっよ、はい、これで取り付け完成です。あとは弦を張っていきたいと思います。これで全弦張れた状態でチューニングして音を出してみましょう。ビグスビーを装着し、弦を張り替えました。どうでしょうか、このルックス。かなりですね、存在感があるというか、強烈なルックスになりました。手にした感じはちょっとずっしり感があります。では重さを測ってみましょう。4.6kg です。
ではビグスビーを装着しましたので、ちょっとそれっぽい演奏をしてみたいと思います。